トキメキトゥナイトは、池の恋による日本の漫画作品、および、それを題材とした、テレビアニメ。リボン1982年7月号から1994年10月号まで、連載された。クッキーにて、続編となる新シリーズ、トキメキトゥナイトそれから、が2021年7月号から連載されている。エトー・ランゼ、市橋・ナルミ、 マカベ・愛良の主人公三人による三部構成になっており、単行本三31巻、文庫全16巻で出版されている。2011年11月からは、全12巻の真相版が出版された。物語初期は、ギャグ要素の強い作品であったが、魔界の王子の謎などが、本格的にストーリーに絡んでいくと同時に、ギャグ要素は薄まりシリアスな要素も増えていった。 連載終了後も約1年半ごとに第1部の番外編を掲載している。また2002年よりキャラクターの名前と設定を大幅変更したリメイク作、ときめきミッドナイトを連載していた。2013年より電子書籍でデジタル採取されたカラー版と通常版がダウンロード販売されている。2021年3月時点で 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は3000万部を突破している。2013年8月9日にトキメキトゥナイト・マカベ春の事情。2015年4月24日にトキメキトゥナイト・エト・モウリの駆け落ち。2019年7月18日にトキメキトゥナイト・エト・オランゼの宝箱が発売。トキメキトゥナイト・マカベ春の事情は宝島社。この漫画がすごい。 2014年女編に、第1部の主人公、江藤蘭ゼ第2部の主人公、市橋成美、第3部の主人公、真壁愛ら、3人の主人公が織りなすストーリーである。3人のヒロインは、それぞれ能力を持ち、その能力に振り回されながらも様々な困難に立ち向かうことになっていく。真壁春の事情は、春を主人公にして、 彼の視点から見た第一部の裏ストーリー。江藤毛利の駆け落ちは、乱世の父、毛利を主人公にした番外編ストーリー。第一部前半明けぼの中学校編吸血鬼と、狼女を両親に持つ魔界の女の子、江藤蘭世は、同級生の真壁俊に片思いをしている。持ち前の変身能力を使って、春に接近しようとするが、春の幼なじみの神谷洋子に邪魔されたり、 両親に人間なんかに恋するなと注意を受けたり、乱世に一目惚れした魔界の王子アロンが居候することになりと、乱世の恋は善と多んである。乱世は春に近づこうと積極アプローチするも、春は今のところ女には興味ねえなと思いは届かず、ライバルの陽子と張り合う毎日。乱世に一目惚れし振り向かせたいと思ったアロンは、乱世と旬の中を 王子探しに呼ばれた魔界人を王子命令で使い走りにしたり、馬のサリを呼び、春に夢で催眠をかけて猿を惚れさせたりと、あの手この手で妨害するなど、乱世の恋は本当に善と頼んである。恋に浮かれていた乱世だが、両親は魔界の大王、レドルフから人間界にいるはずの王子を探せと命令される。手がかりは左腕に、 星形のあざがあることだけだった。第一部中盤王子転生編王子探しが行き詰まる中、売れない小説家の父、毛利の小説、スーパーマントが、コンタケ賞を受賞し、ベストセラー作家に、話はトントン表紙に進み、スーパーマントが映画化される。映画の主役を、左腕に、星形のあざがある男の子でオーディションし、筒井敬吾が選ばれる。敬吾は、 ランヨに一目惚れして、積極アプローチし、陽子に、つついとランゼのロマンスが進行中と、デマ情報を流され、芸能記者に追われるが、文化祭のイベント時に、敬語が、ステージから転落し、搬送された、敬語の実家である委員で旬と二人きりになった際、旬へ告白する。同じ頃、ランヨの弟、リンゼは、彼の実家の委員で入院している女の子、市橋成美と出会う。 彼女は重い心臓病を患っており、手術を控えていて死ぬかもしれないことを打ち明けるが、リンゼはなるみを励ます。ランゼとシュンはクリスマスイブの夜にシュンが星型のペンダントをランヨへプレゼントするまでに進展する。幸せに浸るランゼだが死神ジョルジュから1983年12月25日の死神の死亡者リストにシュンが入っていることを知らされる。 だが、旬は死亡するのではなく、赤ん坊に生まれ変わった。実は、旬こそが探していた魔界の王子であったことが、判明し、魔界を滅ぼす存在として大王から命を狙われる、ことになる。ランゼは、赤ん坊の旬と旬の母親であるオ、大オヒターナを守りながら、逃亡することを決意する。アロンや、死神ジョルジュに助けられながら、逃亡を続ける中で旬は、少しずつ成長していた。 だが、旬の成長を待つ間に、王妃ターナが、大王に捕らえられてしまう。ターナを救うため、魔界に乗り込んだ旬は、大王と直接対決を挑む。戦いの最中に旬は、元の16歳に戻ったが、その瞬間、魔界に太陽が現れ、魔女メビウスの水晶は吉祥を告げていた。旬が不吉の象徴であるとの誤解は解け、ランゼたちは、大王と和解する。 第一部後半名を復活編正式に魔界の王子となった、シュンだが人間界に戻り江戸家で暮らし、シュンとランゼは相思相愛となった。クリスマスには、ランオの私のことをどう思っているの、教えて、との問いかけにもキスミスイだったが答えていた。一緒に暮らすようになり、シュンと一緒に過ごす時間が増える中、近頃よく見る奇妙な夢について考え込むシュンを見て、ランゼは、 内緒で春の夢の中へ入ることを思いつく。しかしランヨは夢の中で春に呼びかける声の主に腕を掴まれて捉らえられてしまう。夢の中で春が目覚めてしまったことによって一人夢の中に閉じ込められたランゼは真っ白な世界を迷いながら春と同じ夢を見ていたダーク・カルロという人物の夢にたどり着く。ダークは驚くほど春に似ていた。 実はダークは2000年前の魔界の王子ジャンカルロの子孫であり、シュンはジャンの生まれ変わり、またランヨもジャンの恋人ランジェイトルリアの生まれ変わりだったのだ。一方魔界では2000年前に起きた双子の王子の戦争から魔界を救ったという勇者ゾーンが復活していた。だがそのゾーンこそが双子の王子のうちの一人をそそのかして戦争を引き起こした張本人、名王の大勢だった。 ジャンの残した手記で2000年前の真実を知ったランゼと、シュンは、協力者のモーリ死神ジョルジュ、ダークと魔界を救うため冥界へ向かい、冥王との戦いに辛くも勝利を収めるが、その代償は大きく、ダークは命を落とし、シュンは、魔界人としての能力を失ってしまった。人間同然になってしまったシュンは、生き延びた冥王が、魔界再攻略の準備を進めていることを知らぬまま、 江藤家の自室に置き手紙を残し、ランゼたちの前から姿を消してしまう。シュンはダークに売り二つな容姿を見込まれ、ギャングのボスであるダークの代役として、ルーマニアにいた。追ってきたランゼは、シュンを見つけた直後にカルロと対立するギャングの陰謀に巻き込まれてしまったが、シュンは江藤ファミリーの活躍に救われ、日本に戻ることになった。 第一部後半五つの指輪編名王に勝利し、一時の平和を取り戻した、ランゼたちは人間界で普通の生活を送るべく、シュン、アロン、アロンの婚約者であるフィーラ、押しかけたよ子と共にイポリア学園高等部へ入学し高校生活を送る。シュンは入学早々、ボクシング部を総部したが、部員が揃わないのに、生徒会長の河合いゆりの計らいで対外試合を、 行うこととなった。相手の神風高校ボクシング部の企みにより、試合前に右手を亀裂骨折し、右手が使えなくなった、春だが願い通り魔界の力を借りることなく、人間として試合に勝利する。人間として生きる決意をした春は、乱ヨに別れを告げる。ショックを受け、気を失い倒れた乱世に、別れのキスをして、乱ヨのもとを去った。 落ち込むランゼだが、春を追い自らも人間となった。だが冥王は再び魔界を支配するべく、世界を司る五つの石を集めていた。五つの石の一つ、水の石を春が持っていると断定して冥王は春を待ち伏せ襲撃するが、春の危機を察したランゼが、真一発で火星し、春を救う。春は、ランゼと抱擁し、復縁のキスをする。冥王との五つの石をぐる。 戦いの中、シュントランゼは、天上界へ呼ばれ、ジャン・ランジェ夫妻と対面。そこで生命の神から、名王の野望から世界を救う使命を与えられ、魔界人としての力を取り戻す。それからしばらくして、アロンは、恩意継承のため聖ポウリア学園高等部を退学し、魔界へと帰らなくてはならなくなる。送別会の席で、アロンは、 王位継承の証とされる石を取ってこなくてはならないことを、春たちに明かした。春たちの助けで、石を取ることができたアロン。アロンの王位認証式に現れた冥王に、春は最後の戦いを挑む。四つの石を手に入れ圧倒的な力で、魔界征服を図る冥王の攻撃で、春とランゼをかばい魔界の大王レドルフマデモが命を落とした。父を撃たれ怒る春は、 弟のアロンと共に、冥王へ戦いを挑む。だがその時、ランゼが、冥王の前に立ち塞がり、そして現れた生命の神により冥王は倒れた。ランヨの無償の愛が、魔界に平和をもたらしたのだった。十七から二十二巻人間の女の子、市橋成美は、ランヨの弟であるリンゼと幼い頃からの、恋人同士であった。成美は、 ンゼと春の結婚式でもらった花を紅茶にして飲んだことがきっかけで超能力が芽生えてしまう。一方、リンゼは突然意識不明の状態に陥る。月の涙の力で回復はしたが、月の花の聖チップルの作望で二重人格者に変貌する。そんな中、人気アイドル、安政双葉が転入して、リンゼを気に入り、学校の内外にマスコミが押し寄せる。 ニオを付け回すカメラマンがリンゼを写すが、写真に狼が写っていたりリンゼが写らないという現象が起き、その写真を見た超能力研究所の人間たちは、リンゼが人間ではないと見抜き、リンゼの力を世界征服の野望に使おうと企てる。彼らはマスコミなどを使ってリンゼたちを追い詰め、ついにはリンゼたちが人間でないことがマスコミに知れ渡ってしまう。リンゼたちは、 なるみ以外の人間たちから自分たちの記憶を消して魔界へと帰っていった。やがて人間界へ戻ってきた林勢たちは月の花の異変によって存在が知られたもう一つの世界の手がかりとなる人物を探す使命を帯びていた。その人物とはチップルとなるみの義妹マナで二人は妖精界の白妖精の王族だと判明する。 ナルミたちは、白妖精を滅ぼした黒妖精たちに戦いを挑むが、リンゼが皆を守るために黒妖精の王、ドゥーザの魔法を受けてしまった。リンゼは、ナルミの記憶をなくしてしまう。目覚めたリンゼは、磁気国王にふさわしい力を持っているとされ、王女ココと婚約する。しかし、リンゼの変調が人間界や魔界だけではなく、地球全体に影響を及ぼすようになっていた。 ナルミの愛の力でリンゼはすべての記憶を取り戻し、再び黒妖精たちに戦いを挑む。番外編戦いを終えた、ナルミたちは高等部へ進学し、一学期を終了する目前だった。そんなある日の昼休み、双葉は主演映画の撮影に入ることをナルミたちに明かした。映画のストーリーは宇宙人を扱うものだったが、彼女は UFO の存在を信じていなかった。 夏休みに入り、双葉は映画の撮影に臨むことに。ロケ地へ入った双葉は相手役の俳優からモーションをかけられるが、普段の俳優は悪評高いプレイボーイで、しかも共演した女優の唇を片っ端から奪うという処意、キスまであったのだ。ある晩、双葉は散歩に出たが突如激しい光に包まれた。と怯える双葉であったが、現れたのは、 自身にそっくりな宇宙人の少女だった。双葉は彼女に事情を説明し、自身の仕事がかなりハードなものであることを告げるも、彼女は自身に変身して撮影に臨むと言った。こうして、二行と入れ替わりロケ地の宿泊先へ戻った宇宙人の少女。入れ替わりの事実を知らない俳優からキスを迫られるが、抵抗して彼の顔面に強烈なパンチを食らわせた。 激怒した彼から障害罪で訴えてやる。と罵倒され彼女はあんなことをしたら子供ができるじゃない。と怒りを爆発させた。彼女の星ではキスが生殖行為であったのだ。一部始終を目撃していた撮影スタッフはパニックに。翌日、TV のワイドショーで安政双葉が相手役に暴行したと報じられた。たまたま自宅で TV を見ていた。 青柳孝太は驚く。実は、以前から二葉の隠れファンだった孝太。相手役に怒りを覚えるも、彼が顔面を強打されて、歯が折れるほどの大怪我だと報じられに度びっくりする孝太。俳優が降板し、新たな相手役がロケ地へと現れた。撮影が再開され、映画のハイライトシーンを撮影していた。彼女が目を光らせ、仇役を次々と倒していく。二葉を、 心配し、ロケ地へとやってきたコータはと直感した。そこに、本物の仁王が現れ、何か知ってるな。とコータに問い詰められ、事情を説明する、模様法の存在を信じていなかった彼女だったため、コータは、半信半疑。休憩に入り、監督に呼ばれた双葉。いつもと様子が違うことを尋ねる監督。その時、突然不審な男に襲われ、腕を切りつけられる。 スタッフに捕まり、覆面を剥ぎ取られる男。彼女を襲ったのは、例の俳優だった。傷の手当てをしようと腕をまくると、青い血が流れ出した。病院に搬送され、手当てを受けたが変身が溶けて眠る彼女。医師団も不審に思う。病院へ潜入し、彼女を逃がした双葉。ベッドにいる二葉の姿に、驚く、医師団。翌日のスポーツ紙には、安静にように、 宇宙人説と大きな見出しが。それからしばらくして映画の公開に合わせて二葉のコンサートが模様された。そこには、ルミたちの姿が、歌を歌う双葉。そこへ突如、大きな宇宙船が現れ、二葉とコータを連れて行った。自分たちに、うり二つな宇宙人たちに驚く二人。宇宙船でコータから愛を告白され、二人はキスした。 地球へと戻った二人であったが、彼女たちを待ち構えていたのは、宇宙人説再びと熱愛発覚だった。二十三から三十間乱与と春の間に、娘の愛涼が誕生した日、千年に一度しか咲かない、予言芸が咲き、生きとし、生けるもの、すべてのものに愛を与え、世界を救うことになるであろう、娘と告げる。愛涼は七色に光る石を持って誕生した。 愛良が幼稚園に通うようになると、予言芸が告げた潜在能力を見せるようになった。愛良が泣くと、雨が降り、笑うと、周りのものまで心がほがらかになった。やがて愛良の幼稚園になる身が赴任してくる。小学校の教師になったリンゼとは一見幸せそうに、見えたが死神の死亡者のリストになる身の名前が書かれていた。かって患ずらっていた。 心臓病が再発したのだ。リンゼは幼稚園で倒れて入院したナルミに、二人で絶対生きていくとプロポーズする。愛梁とリンゼの力でナルミの命は助かるが、引き換えにリンゼは人間になった。愛梁は同じペンダントを持っていた謎の少年、水上海陸に出会う。それから数年後、愛梁は小学三年生になっていた。新しい力に目覚めた愛梁は、 メビウスに魔界の大魔女になると言われ、彼女のもとで修行を始めることになる。そんな時、愛梁は夢の中でどこかに幽閉された平木陸と再会した。そこは一度入ったら二度と抜け出せない無の世界。平木陸はそこに父と妹と三人で閉じ込められていた。そのため平木陸は魔界人でありながら魔界人を嫌っていた。真相を確かめるために、 愛梁は愛梁の兄であるタクと共に魔界へ向かう。開木陸の父親は実は王家の側近のアルドであり王子暗殺未遂事件に関わったとして反逆者の落因を押され無の世界に投獄されたというのだ。しかし無実を信じる愛梁は過去への扉を開き真実を見る。冤罪を晴らした開木陸親子だが魔界には戻らず海外へ行くことになった。 愛良は、平木陸と再会の約束をして別れる。中学生になった愛良は、宅のサッカー部のコーチである、新庄明水と出会う。はじめはえがみ合っていた二人だが、愛良はやがて明水に惹かれ始める。しかし、魔女には、感情で魔力がコントロールできなくなるということで、恋愛はご法度だった。メビウスに悟される愛良だが納得できなかった。一方、 ここは自分とタクの関係に悩み気持ちを確かめに進化べきにやってくるがお互い素直になれない家を出て行ったここを目の前にしてようやく素直になったタクだったがここは倒れてしまうここを助けるために夢の中に入って行ったタクと愛良は氷に閉じ込められたここの姿を見つける必死で氷溶かそうとするタクだが苦戦する 溶けない氷に対処方法が見つからずに諦めかけた、突起、素直になっていればと流した涙が、ここを氷から解放した。目を覚ましたここに、タクは改めて告白した。ここやアキラスイを巻き込んでも恋愛を認めないメビウスと、愛良はついには対決する。最後には覚醒した、愛良がメビウスに勝利。魔界に出入り禁止になってしまうが、恋愛をすることを認められた。 星の行方高校生になった愛良は明水との中も順調だった。ある時愛良は明水の過去が気になり魔界に調べに行くが衝撃的な事実を知る。明水は平木陸だったのだ。水上親子が乗った船が転覆し、平木陸は記憶を失い過去にタイムスリップしていた。孤児院で明水と名付けられ新城家の養子になっていた。 アキラスイが高校生くらいに成長したヒラキリクの姿に戻ってしまうと、アイリョウはアキラスイを失ったような気がして動揺してしまう。その頃、人間界に異変が起こり、進化ベ家にメビウスがやってきて予言ゲの内容を告げる。それは七色に光る石を持って生まれたアイリョウとヒラキリクの協力が必要不可欠だった。しかし、アキラスイがヒラキリクになったことを受け入れることのできない。 愛良は新壁家を飛び出してしまう。家を飛び出した愛良を追いかけてきた平木陸の行動に愛良はス水を見る。平木陸だったからこそス水に惹かれたのだとようやく自分の素直な気持ちに気づいた愛良は平木陸と協力して地球を救う。真壁春をメインにしたストーリーであり、前半は幼少時から小学生までの番外編。 中盤から後半は、第一部の裏ストーリーと、第十六巻以降の後日談を描いている。赤ん坊と一緒に、魔界から追放され、記憶喪失となったターナが人間界の修道院で、目覚めたことから始まる。シスターは亡くなった妹,妹と異に似ていると思った、ことから、名前も思い出せないターナに花枝とシュンと名付ける。修道院で助けられながら、日々を過ごした、花枝は、 自分も誰かの役に立ちたいと看護学校へ行くことを決意する。ならば戸籍が必要だろうと、シスターから養子縁組を勧められ、花枝と春は新壁の名字となる。春が生後3ヶ月になった頃、花枝は病院で居合わせた出産間近のシーラと言葉を交わす。春は騒ぎ出し、胎児のランゼもシーラの腹を何度も受け飛ばした。ランヨの両親。 モーリーとシーラの出会いから結婚、ランヨの誕生までを描いた番外編ストーリー、ランヨの結婚式前夜、モーリーとシーラは出会った当時のことを振り返っていた。遡ること数十年前、青年吸血鬼モーリーエトゥルは吸血鬼族と狼族が犬猿の中であることに疑問を持っていた。ある日、モーリーは狼族の少女シーラ・クレリーが、 仲間から乱暴されそうになっているところを目撃する。モーリがシーラを助けたことから、お互い種族から浮いた存在であることを知り、意気投合する。こうして出会った二人は、村の外れにある隠れ家で密会するようになる。穏やかな日々を過ごすが、シーラは、狼族の事情を打ち明ける。狼族は月に一度、自分で自分がコントロールできなくなってしまう時があるのだという。 他の狼族には多少の理性は残っているが、シーラはその時が訪れると誰も手がつけられないほど、凶暴になるため隔離されるのだという。自分が不完全であり幸せになる権利はないと泣き出したシーラを毛利は抱きしめ励ますが、シーラの兄たちに隠れ家を嗅ぎつけられ、彼女は狼族村に連れ戻されてしまう。凶暴化したシーラは村に監禁されていたが、同族を攻撃し、 助けに現れたモーリにも襲いかかる。モーリが吸血鬼の力でシーラの血を吸うと、ケムクジャラの半狼人間だったシーラは、呪いが溶けて美しい女性へと変化した。モーリとシーラは惹かれ合うが、シーラに婚約者がいたことや、吸血鬼族と狼族には結ばれてはならない事情があり、二人の間には障害があることを知る。その昔、 狼族の男性と吸血貴族の女性が恋に落ち、周囲に反対されながらも結婚し、やがて子供を授かった。子供は世にも恐ろしい姿で生まれ、両親を食べてしまったという。こうした経緯から狼族と吸血貴族の血が混じると何が起こるかわからないとされていた。毛利はシーラを愛しているが、過去の不幸な出来事を知り苦悩する。 しかしシーラは自分たちはオオカミ族の男性と吸血鬼族の女性ではないとし、モーリと一緒になれないなら命を絶つとすら言い切った。二人は家族や魔界を捨てる覚悟を決め、ついに駆け落ちを実行する。人間界の日本へと移住し、モーリとシーラは結婚式を挙げる。そこへ王家に仕えるサンドが現れ、本来なら婚約者以外と結婚したことや勝手に人間界に、 住み着いたことは、厳罰に処されるところであったが、魔界の大王が結婚するため特別に恩赦が与えられるという。しかし、何らかの罰は必要であるとし、毛利利死らの祖父母を、はじめ数人の親族が、若い二人を許す代わりに、自分たちを封印してくれと申し入れた。さらに人間界に住むことを許可する代わりに、魔界と人間界をつなぐ、扉の番人としての役目を与えられる。 二人は、新たに、エト・モーリとエト・シーラという人間の名前を与えられ、魔界の扉がある屋敷で暮らし始めた。月日は流れ、シーラは子供を宿す。過去の言い伝えの世にも、恐ろしい子供の誕生を不安があるが、モーリとシーラの間に生まれたのは、普通の女の子である、エト・ランゼだった。エト・ランゼのモンモンン用は春から、プロポーズされた。幸せいっぱいのランゼ。 江藤家の家族の前で、はっきりと求婚されたことにびっくりするも、旬の照れた顔を思い浮かべさらにその後、ついに、旬と結ばれたことから思い出し笑いが止まらないランゼ。しかし、自分よりも長く旬を思い続けるよう子にどう伝えようかと悩むランゼ。自身が働くスーパーへ買い物に訪れたよう子の顔を見ると、と、悩みが深まる。夜、電話で、 春に事情を説明する、ランヨ。しかし、大喧嘩になってしまう。後日、春から電話で謝られた。と同時に、ちょっと付き合ってほしい場所があるんだけどと言われ、指輪をはめてきてほしいと言われるランゼ。翌日、春と一緒に、老人ホームへと向かったランゼ。彼から、俺とお袋の命の恩人がいるんだと告げられた。受付で面会を申し込み、部屋へと向かう二人。 命の恩人とは、ターナと自分が魔界を追放され人間界に、たどり着いた時に、自分たち親子を保護してくれたシスターシンカベだったので、ある。シュンは、ランヨを紹介した。シスターシンカベは二人に、手を出してと告げると、二人の手を握り、二人は、前世も夫婦だったのねと、眩しそうに見つめる。冠涙する、ランヨ。老人ホームを出ても、涙が止まらないランゼ。 するとそこに、洋子がいた。乱世の左手薬指にはめられた婚約指輪を見て、ショックを受け、逃げ出す洋子。話を聞いてと追いかけるランゼとシュン。公園まで走ると、シュンは周囲に誰もいないことを確認してから呪文を唱え、洋子を犬に変身させた。犬の洋子を捕まえ、噛みつかれながら、シュンにプロポーズされたことを告白したランゼ。 一人と一匹は同時に泣き出し、シュンを困らせた。気がつくと、元の姿に戻っていたよう子。いつの間にか帰宅していて、なぜか大粒の涙を流すランゼの姿が蘇り、さらに自分も涙が出てきて止まらなかった。家一につくランゼとシュン。泣きすぎて、目が腫れている彼女に、シュンは、あいつにもこれから。 本当の相手が現れるさと告げ、元夫とよりを戻すかもしれないと言ったシ振り向きざま、乱世にキスしたシ気が済んだかと言い、夜道を歩く二人だった。神谷陽子の乱乱、真壁春の事情、真壁夫妻のハネムーン原作コミック17巻の冒頭2話の裏ストーリー。新壁家の奇境原作コミック19巻の終盤20巻の冒頭部の裏ストーリー。 マスコミにスクープされ、窮地に追われた江藤家と、ランゼたちは魔界に暮らす羽目になった。声優は放送当時の芸名で表記。江藤家の関係者アニメは、日本テレビ系列で1982年10月7日から1983年9月22日に、毎週木曜19時19時30分枠にて放送された。全34話。 10年3ヶ月にわたって放送された教養番組脅威の世界ノンフィクションアワーの後番組として開始されたが本枠でのアニメは読売テレビ制作のタイガーマスク以来11年ぶり日本テレビ制作では1959年5月の12月放送の海外作品ベティちゃん以来実に22年10ヶ月ぶりで国産では初であった同時期に開始した 忍者マン一平と一つ星下のウルトラバーさんが13回で打ち切り後も本番組は放送されたが、ナイターシーズン中はプロ野球中継で中断することも多く、1983年4月は1回だけの放送、そして同年8月に至っては1回も放送されず、翌1984年やその翌年の1985年でも次々作、 ミッキーマウスとドナルド・ダックは8月は全く放送されなかった。なお開始した1982年10月7日は TBS でパリンコ学園ナンバーワン、フジテレビでスペース・コブラ、テレビ東京でサイボット・ロボッチとテレビ朝日を除く各局でこれらの新番組が裏番組として放送をスタートした。後に、 CS 局の日テレプラスや BS 局の BS アニマックスなどでデジタルリマスター版が再放送に準じた形で放送されている。2009年7月にはテレビシリーズ全34話と総集編2話を収録した DVD ボックスがリリースされた。上記2曲を収録した EP レコードはビクター音楽産業より発売された。上記2曲やゴールドライタン、 戦国魔人、豪将軍、マイッチングマチコ先生などの主題歌を収録した CD アニメサウンドミュージアムボリューム1も1994年にビクターから発売されている。本放送時点での日本テレビの該当時間帯は一部のつぼねでは完全ローカルセールス下部分スポンサードネットだったため放送しなかったか別の時間帯で遅れネットとした。 系列局も少なくない上、日本テレビ系列局が所在しながら、同地域内の別のテレビ局で放送されたケースもあった。特筆のない限りすべて日本テレビ系列フルネット教区。放送日時は個別に出展が掲示されているものを除き、1982年11月中旬から12月上旬、時点のものとする。ありがとうございます。